堀口秀俊くんが、また大ピンチに陥っています。こいついつも大ピンチに陥ってんな。何やってんだよ、秀俊。6月9日、とある人物が、堀口秀俊氏の件で被害届出してみた、というノート記事を投稿しました。いやー、もうタイトルの時点でさ。被害届って本来は、そんなに気軽に通るものでもないんですけどね。検挙率は検挙数、つまり分子を増やすことも大切ですが、被害届を受理した数、分母を減らすことでも、検挙率を上げることができます。つまり被害届を受理する数を減らせば、分母を減らすことができるので、検挙率が上がります。なのでどうでもいい被害届はあまり受理しないというところも一部あるみたいですね。それはそれとして、堀口くんの件では被害届が受理されたそうです。堀口くんといえば、白真のプレスリリース芸でおなじみですが、いつも出しまくっているプレスリリースより、もっとすごいもの、被害届を出されてしまいましたね。ノートの内容を簡単にまとめるとですね、D 様はツイッター上にて、堀口くんの悪口を投稿していたと、これまた微妙なラインでして、正直開示請求が通るのかどうかも微妙なレベルです。多分これぐらいだったら通らないんじゃないかな、という感じのラインですね。D 様は家族や職場に、ツイッターでの投稿を知られることが嫌なので、警察に相談しました。警察の話によると、リストの2文字だけでは、相手があなただと名指ししているわけではないので、あなたに対して恐喝をしているとは言えない。相手に身分証は絶対に見せないでください。恐喝かどうかは民法的な判断が必要になるので、弁護士に相談するのがいいでしょう。そのあたり警察では判断できません。という趣旨の回答がありました。そして T 様が弁護士に相談したところ、堀口さんが名指ししていないので、恐喝に当たるかは難しい。あなたの書き込みは直ちに誹謗中傷と断定できるものはなさそう。という回答でした。記事から引用します。というわけで、何としても堀口氏に名指ししてもらうぞ、といろいろツイッターで質問したり、煽ったりみんなはダメだぞしたんですが、なかなか名指ししてもらえない。アグレッシブすぎてさ、何してんすか T 様、まずいですよ。で、最近堀口くんが、投げ銭で質問に回答するサービスに登録して、質問を受け付けているようですね。D 様はこれを利用して質問を投げました。すると堀口くんから回答があり、その回答の中で、リストの中に T 様が含まれていることが、確定しました。なぜ自分から確定させてしまったのか、堀口くんのただの自爆ですよね。しかし T 様もなかなかの作詞ですね。そしてその証拠を持って、T 様が再度弁護士に相談したところ、刑事告訴まで持っていくのは難しいし、費用もかかる、無視するのが一番いいが、なんとかしたいのなら、被害届の提出を優先するのはどうか、という提案がありました。そして弁護士の協力のもと、堀口秀俊くんを加害者とする、恐喝未遂の被害届を警察に受理してもらったそうです。というわけで、おめでとう、秀俊、500円に、敗北しちゃったね。相手を具体的に指定せず、不特定多数の人間に示談金を要求するのは、かなり悪質な行為だと思うのですが、相手が指定されていないからこそ、今までは恐喝未遂で被害届を出すのが難しかったのです。しかし投げ銭の質問回答でわざわざ相手を確定させちゃって自爆したと、堀口くん何やってんのマジで。ちなみにレイヤと小林の怒り様は、堀口くんから名指しされています。名指しされているということは、つまりそういうことなんですよ。しかし今のところ私は被害届を出す気はありません。今後の展開次第では出すかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。